とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの装備を使いたいと思います。これですね。輝くローブです。もらいました。セットがもう素晴らしすぎる。まず、黄金がポーションバリア。で、下を見てください。クールダウン3です。元々からついてるので、クールダウン4ですね。とんでもない装備です。で、しかもこれ、元々の装備は263らしいのよ。とんでもないね。もう完璧なやつが、出てるみたいですね。今日はこれ、クールダウン3つけて、これを使っていきたいと思います。冬の指先。クールダウンが4ついてるので、アーティファクトチャージは必要ないですよね。なので、アーティファクトチャージのところを、マルチショットにすると、さらに強いんじゃないかな。まあ、ちょっと、今日は黄金が少なくって、変えれないんだけども、今後ちょっと変えてもいいかもしれない。とりあえずこれ、クールダウンを3入れて、使っていきましょう。これはすごいぞ。はい。それでは、行きましょう。ペットの数が2ですね。で、ロイヤルガードに変わって、テンポセフトを装備してる。です。おい、結構厳しいのがいるよ。で、防具、まだね、250なんですよ。なので、あとで251まで上げたいですね。行きましょう。ちょっと、いきなり結構厳しめのやつが来てる。あ、やっぱりね、クールダウン4違う。違うわ。クールダウン4だったら、すっごい花火出す。はい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 。これクールダウン1で使ったんだけども、1だったらね、あんまり花火出ないのよ。でも、あ、これも全然違うわ。すごい。めちゃくちゃマッチする。今ね、一番熱い、花火ビルド。と、相性抜群ですね。とんでもない。あ、矢もね、そんなに減らないわ。花火どんどん打つんで、矢が減らないので、いや、いいね。すごくいい。これは強いぞ。はいはいはい。なるほどね、花火ビルドで、必要だったのは、これだ。クールダウンだ。あ、間違いない。これマルチショットだったらこれ相当強いよ。これは今度マルチショットを入れて使ってみようかな。これ強い。面白いぐらいにね、花火打ちまくるわ。すんごい。ああ、なるほどね。まあ俺が持ってる、ローブの方か。クールダウン4の。あれでも、いいんだろうね。でも、こっちだと、ポーションバリアで安定感があるから、うわ、やっぱこれいいな。でもね、出そうと思って出るやつじゃないんだよね、これ。これは無理。いや、よう出たねと思うよ、本当に。しゃあ。こっちキャプテンいないみたいなので、戻りまーす。キャプテンは探しながら行きますね。はい。クールダウンが、3つくのって、あれ自然にしかつかないんですよね。エンチャントスミスでは同じエンチャントのやつがつかない仕様なので、このクールダウン3っていうのは、できないんですよ。それが出来上がってるっていうのが、すごいね。洞窟内部来ました。多分ここにキャプテンが、うまくいけば3体いるかな。でも2体は確実にいてくれると思うので、行きましょう。どこだ？ね、見えなくなるっていうのが、ちょっとした弱点なんだよね、この装備のさ。見えないのよ。全然見えなくなるんで。まあまあ、ちょっと注意しながら。まあまあ、いけるよ。いや、もしもこう、ボコってダメージ受けたとしても、すぐポーションバリア使えば間に合うんで、大丈夫です。キャプテンいないかい？え、いないか？ちょっといないならちょっとショックだな。いや、反対側に
いるはず、これは。頼むよ、本当に。できれば、旗6個取ってクリアした。いたー、いました、いました、いました。しゃあ。強すぎる。強すぎる。珍しいね。洞窟がある。なかなかないんだけど。おー、いたいた。なかなかこういう洞窟って、ここで見ないんですけどね。いや、珍しい。しゃ、とりあえず倒そう。危ねえ。オッケー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 。取りましょう。おー、ラッキー。うわ、ナイトモード最近のなんかお約束になってきたね。ナイトモードもやたら出るな、ほんと。ほんと。なんでだ？ハロウィンだからかな？なんか、毎日出るような気がするなぁ。もうナイトモードちょっと勘弁して。で、ここはもう、いや。奥の部屋に一体ぐらいいるんじゃないっすか？あ、いや、いないね。あ、いないわ。戻りまーす。はい、中間地点ぐらいまで来ました。お、なんか出たな。でね、思った。これね、リフレッシュはいらないわ。いらない。うん。まあ、確かにあれば安定はするかもしんないけども、そこまで必要じゃない気がする。うん。なので、これ真ん中のさ、エンチャント、これ、アーティファクトチャージ入れてんだけども、ここの欄にアーティファクトチャージとリフレッシュを俺置いてたのよね。それをマルチショット。これでね、間違いない。うん。それが間違いないですわ。うん、それにしよう。絶対強い。もう防具が完成してるから、おいおいおい、ダメージすごいな。まあ、そっか。まあ、250だし、これ防護とか何もついてないので、耐久力はないのでね。もう、ゴリゴリの脳筋だから。まあ、仕方ないよ、それは。それは仕方ない。うん。耐久力を取るか、攻撃力を取るか、どっちかなんでね。うん、その両方があるのってなかなか厳しいんですよね。なので、俺はもうこれでいいさ。もうゴリゴリの脳筋で、行きましょう。で、最後の最後、あ、いた！あ、違う、エンダーマンか。最後にね、いてくれればいいんだけども、最後のこのゾーンに意外と、キャプテンいるんですよね。探していきまーす。いた！発見！できれば、全部取りたいね。じゃあ。ダメだ、近接じゃ全然倒せない。なんだ、何かついた？ちょっと待って、危ない危ない何ついた？あ、プレイヤーのダメージが 40% 減少するだ。オッケーオッケー。で、まだこのゾーンはいそうな気がするよ。うん。プレイヤーのダメージが減ったとしても、全然大丈夫。いける。もう一体頼むよ。いたー！どっち？あ、いたいた。こっちか。いました、いました、いました。しゃあ。なんか、一発で死にそう。おーい！ははは。一発じゃ死なないけどさ。ギリギリ。ああ、1対1になると、ちょっと弱い。一死。火力が減ってるから全然ダメだ。火力減ってて、全然倒せないや。マジか、ちょっと待って。ああ、危ねえ。なんとか倒したいよ。危ねえ一発でそんな減るんかい。よし。ちょっと待て。危ねえ。テンポセットでなんとかやれてるけど、全然減らない。なんだこいつの耐久力は。異常だろ。ちょっと待て。よし。いや、これはもうアーティファクトチャージに助けられてるね。
いやーマジで死なないこいつ。よし、いけたー。なんだ最後は。うん、モブ速度が 10% か、しょぼいのがつきましたね。はい、ではもうゴールはすぐそこでーす。クリアしましょう。あー、いやーこれは素晴らしいわ。やっぱり素晴らしい。敵がねとにかく多いところではすごく輝く装備ですね。これは間違いない。強い。ではクリアします。はい、ということで戻ってきました。今日はありがとうございます。これいただきましたんで使ってみました。輝くローブのポーションバリア、クールダウン3だね。もともと1個ついてるので4っていうことですね。やばい強さ、やばい強さですね。うん、やっぱりこれと一緒に使うことでとんでもなく強くなります。うん、やばかった。で、まあまあ250なので251までして、あと HP を10万ぐらい増やせますかね。そうなるとちょっとは、良くなるとは思います。まあ耐久力はね、もうこれに求めちゃダメですよ。うん、耐久力は求めちゃダメ。もう仕方ないもん。で、冬の指先もこれ真ん中、ここをマルチショットにしたいと思います。そうすると多分無敵の強さになると思うんだけどね。それではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。